こんにちは、ラゲンです。今日作る動画はこちらです。今日はテレポーテーション動画を作っていきたいなと思います。前回ね、ワープ動画のチュートリアルを出したんですが、こっちの動画は作るのがめっちゃ簡単だったんですけど、今回作るテレポーテーション動画はちょっとね、作り方複雑です。複雑なんですけど、そんなに難しいことをやってないので、ね、一緒にゆっくりやっていったら必ずできるチュートリアルになっているので、ぜひね、一度この動画作っていただけたらなと思います。で、今回も使用したレンズはこのタムロンの1728の F2.8 透視の広角ズームレンズを使用しました。前回のワープ動画もそうだったんですけど、今回もね、ちょっと広角めのレンズで撮影した方がちょっとかっこよく撮れるなと思うので、ぜひね、広角レンズ持ってる方は広角レンズで試してみてください。で、広角レンズお持ちじゃない方は、普通のね、標準域とかのレンズでも全然結構なので、ぜひね、やってみてください。で、ちょっとチュートリアルに入る前に余談なんですが、この、プレミアプロのチュートリアル動画、なんと今回でね、10回目になりました。で、このチュートリアル動画作り始めたきっかけなんですけれども、僕が動画を作るようになってから、いろんなハウトゥー動画やチュートリアル動画を見て、動画の作り方を学んできました。で、こうやって学んできたことをまたね、他の方にもお伝えできればいいなと思って、このチュートリアル動画を作り始めました。で、しかも自分のスキルをアウトプットすることで、もっとね、自分の技術スキルも向上することができるので、このチュートリアル動画を作り始めて本当に良かったなと思ってます。で、これからもこういったチュートリアル動画たくさん出していきたいなと思うので、ぜひチャンネル登録していただければ嬉しいです。じゃあね、早速動画作っていきたいなと思います。じゃあ、それでは早速やっていきましょう。まずね、用意する素材は3つです。まず1つ目は誰も写っていない、このね、背景となる素材が1つ。で、これをね、10秒ぐらい撮影しておいて、その中の5秒ぐらい取り出しておいてください。で、2つ目の素材が、ジャンプし始めてるところです。こんな感じ。ジャンプし始めてるところの素材が1つ。で、3つ目の素材、これがテレポーテーションから出てくるところになるんで、空中から着地するところですね。この3つの素材を用意してください。で、この2つ目と3つ目、これはね、それぞれ別の場所、ちょっと離れたところでジャンプしてるように撮影してください。では、この人が写ってるね、ジャンプしてるところの素材を、何も人が写っていないこの背景の素材の上に乗っけてください。で、乗っけたら、ちょっとね、タイミングをしっかりと見ていきたいんですけど、ここがね、まずジャンプで空中で浮いてるところ、これぐらいにしようかな。ここで切ります。はい。で、この後ろのクリップは、ちょうどいいかな。この空中で出てきて着地すると、ここまでかな、この2秒間使っていきましょう。で、この1つ目と2つ目のこの素材の間、クリップの間は2フレーム開けておいてください。1、2、はい。じゃあ、ここまでできたら、マスクでね、人をちょっと囲っていきます。この不透明度の楕円形マスクの作成っていうやつで人を囲うんですけど、これでジャンプしてるところを囲ってください。こんな感じかな、ちゃんとクリップすべてが、このね、素材の人がすべてこの、丸の中に入るようにやってください。で、ここにね、マスクの境界線っていうのがあるんですけど、ちょっと見にくいかな。マスクの境界のぼかしっていうのがあって、これを60とか70ぐらいまで数値を上げておいてください。はい。じゃあ、そうしたら、こちらのクリップも同じように透明度の、楕円形のマスクをかけていきます。影とかもね、ちゃんと中に入るように。
そしたらこっちもこの境界のぼかしを60とか70ぐらいまで上げておいてください。じゃあここまでできたらクリップをネスト化します。はい。でネスト化については他の動画で使い方出しているので、そちらもよかったら見てみてください。ネスト化機能ね、本当によく使える機能なんで、ぜひね動画作る人は使ってみてください。じゃあここまでできたら次はキーフレームを打っていきます。でキーフレームに関してもまた他の動画でキーフレームの使い方出しているので、よかったらねそちらも見てみてください。じゃあまずは、スケール と、位置にキーフレームを打ってください。で、素材の一番最後まで持っていって、ここにキーフレームを打つんですが、スケール 120% にしてちょっと大きくなるようにします。で、ここちょっと端っこすぎるんで、ちょっとねこうやって位置も動くようにしてください。でそうするとズームしながら右側に移動していくような映像になります。で次はねちょっと複雑になるんですが、この辺かな、はい、ここのね消えたところでまたキーフレームを打ちます。今度は位置とスケールと回転に打ってください。で消えたところでキーフレームを打ったら2フレーム戻って、この3つね、1、スケール、回転、全てにまたキーフレームを打ちます。そしたらまた2フレーム進んで、さっきのね消えたところまで進めて、さらにそこから2フレーム進めて、ここにキーフレームを打ちます。でこのね3箇所にキーフレーム打ったらまた2フレーム戻って真ん中のフレームまで戻ります。これかな。そしたらこの真ん中のフレームのスケール、これをちょっと大きくして130かな、はい、大きくします。で回転、ここを6度、8度ぐらいまで持っていきましょう。そうするとこんな感じになります。ピュッと一瞬大きくなってちょっと回転してまた元に戻るというような感じです。でここまでできたら次はエフェクトでレベルと検索するとレベル補正というのが出てくるので、このエフェクトをこの素材にかけます。そしたらねまたキーフレームを打っていくんですけど、まずねここ、RGB の白入力レベルっていうのをちょっと明るめに150ぐらいにしておきますか。でここにキーフレームを打ちます。そしたらまた2フレーム戻って元の明るさに戻します。255でまた2フレーム進んで、さらに2フレーム進んで、ここも255にしておきます。そうするとこんな感じ、一瞬明るくなって大きくなってな、傾いてまた元に戻るっていうような感じになります。はい、これでねもうほぼできてるんですけど、ちょっとね最後仕上げ一つします。で先ほどネスト化した中の素材をいじっていくんですが、今度は調整レイヤーをここに乗っけていきます。はい、ちょっとねいらないところカットして、でここの間2フレーム開けた分と、さらにね前に2フレーム分の長さで調整レイヤーを作っていきましょう。でその後調整レイヤーができたらエフェクトでレベル補正、さっきかけたねレベル補正をこのまま調整レイヤーにかけます。で調整レイヤーにかけたら今度は青の黒入力レベルっていうのをちょっと上げて、まあ30とかこんぐらいにして、青の白入力レベル、これをちょっと下げます。こんぐらいにしようかな。でこの辺もちょっといじって RGB の白入力レベルちょっと下げて、まあ、こんな感じかな。はい、そしたらまたこの
楕円形マスク作成をして、このね人を囲います。マスクの境界のぼかし、これをねかなり数値上げて500ぐらい、人物が青っぽく紫っぽくなります。でこれができたら Mac の方はオルト押しながらクリックして、このままこの調整レイヤーを横にスッと持っていくと同じものがコピーできるので、これでねコピーして調整レイヤーもう一つ作ってください。で出てきたところに、この青いモヤモヤを持ってきます。はい、こんな感じかな。ちょっと一回見てみましょう。ちょっともしかしたらここ1フレーム分でいいかもしれないので、ちょっと一回削除します。はい、もう一回見ていきます。で今みたいにちょっと違和感があるようなところは微調整しながら、いい感じに作っていっていただければと思います。いかがでしたでしょうか。ちょっと複雑だったと思うんですけれども、ゆっくりやれば必ずできるチュートリアルの動画になってますので、ぜひチャレンジしてみてください。で今回ねネスト化機能とかキューフレームとか、あとねエフェクトをかけたりとか、いろんなスキルを使ったんですけれども、このね今回使ったスキルは他の動画を作るときにも必ず応用できるスキルになっているので、ぜひね自分のものにしていただければと思います。キーフレームとネスト化に関しては他の動画でも出しているので、ぜひねそちらの動画も参照していただければと思います。リンクね概要欄に貼っておくので、よかったら見てみてください。じゃあ本日の動画は以上になります。この動画がいいなと思ったらグッドボタンと、あとチャンネル登録していただけると本当に嬉しいです。あと、ご要望とかご意見あれば、コメントいただけると、全て目通してねできるだけ返信しているので、ぜひコメントもください。じゃあ次の動画で会いましょう。ではまた、バイバイ。